ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド、支えてくれるあなたが好き。午後11時を回りました。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド、改めましてこんばんは。ラブライブサンシャインアクア、クロスRB役の振畑愛です。畑鍋洋役斉藤初夏です。この時間からは IBC 岩手放送でお聞きの方にもお付き合いいただきます。ういではここでメールおはがきをご紹介していきましょう。はーい。じゃあ、よしか読んでもらおうかな。はい、読みますよ。ラジオネーム、フルッチさんからいただきました。ありがとうございます。1月9日の新春ありがとう文化祭では、いろいろな学校のメンバーが揃っているので、A と B の品物が出てきて、どちらは高級、どちらかは100円の品物、みたいなクイズとかやってみてほしいです。誰が一番見極める目を持ってるのか気になります。個人的に、アリシャは全問正解しそうなイメージです。どんなイメージなの？イメージ、いや、イメージ通り。イメージだね。うん。よくあるよね、この年末年始にかけての特番で。ねうん、いや、私は多分苦手だな。こういう、聞きなんちゃらみたいな。そうとか、多分食べ物系は多分全部美味しいってなっちゃうから。え、それ絶対これ高級だよってなったら多分。高級チーズか、100円のとかね、そうそう、なんかそういうのでね。苦手だな、多分ね。結構いろいろあるよね。バイオリンもできたりとか、あるある、まあ、飲み物とか、ねうん、高級なジュースみたいなのとかね。え、フリいけるフリこれ。どうだろう。なんか、いけそうなイメージあるか、私。ほんと？いや、物によるなぁ。意外といけるんじゃないかな。でも、一言言うと、その特番で、ま、あった試し一回もないかも。テレビ見てて、あれだってのはなったことない。テレビの前でね、自分でもやってみるからね。でもね、わかるなぁ、ね。でも、面白そう、これ。いいよね、うん、こういうのね。楽しいと思う。いいね、もうコーナー、もうできたんじゃないこれ、じゃあ。これ一個。一個、一個コーナー。わぁ、でも、こう、あ、自信あるジャンル。わぁ、どうだろう。ね、なんか、ないのしかないんだけど、自信。自信ないもん、絶対、私。高級、高、主か、そうだな、うん、で食べ物系は絶対弱いし、うん、基本的に全部すごいと思ってるから。いいことだね。本当に。いいことだね。確かに、聞きなんちゃらって言われると。難しいよね。うん。なんだろう。あと何があるんだろう。まあ、そうだよね。演奏系だと。楽器とかもあるし。オーケストラの本格的な人たちがやった演奏か、吹奏楽部の、なんか高校生がやった演奏かとか、うん、あと盆栽とか。絵画。ええー、いやもう全部すごいもん、絶対。いいこと。もう素敵とか言っちゃうもん、絶対。なんか、レプリカとかそういうのだったらわかるんじゃない？そういう。いける。でもさ、最近のはすごい細かくやってるよ。あと、ま、食品サンプルか、ま、本物の。あ、これはいけそう、いけそう。まじまじと見たらね。食品サンプルと本物はいけるでしょ。とか、ま、いけそう。これはいけそうかもしんない。まじまじと。じゃあやりたい、これ、もう。これいけるか、みたいな。新春のイベントじゃなく、なんかアクアの企画で。普通にやりたい。いいかもしれない。面白そうだね。面白そう、ね、いいね。はい。マリサはきっと正解するでしょう。マリサはまあ正解するんじゃないかなと思います。はい。ちょっと本当にいろいろ催し物考えておりますので、皆さんぜひ現地で会えるのが楽しみにしておりますよ。続いてのメールいけそうかな。はい。ラジオネーム山下さんからいただきました。ありがとうございます。今日のアクア第9回はマリちゃん編。ダイヤちゃんの家に忘れ物をしてきちゃうマリちゃんとか、まさしくあるあるな日常ですね。その後、ただ取りに行くのは面白くないと言って、アクアメンバーを車に乗せてクロスアーキに行くのも、マリちゃんらしさとアクアらしさが溢れていました。皆さんは何か忘れ物をしたことはありますかといただきました。忘れ物、ある？たくさんあるね。そうね、あの、今たくさんあるかなと思って聞いちゃった。でしょ？うん、忘れ物しかないよね。うん、なんていうのか。やっぱなんだろうな、忘れちゃうんだよな、常。もう、細かい、なんか、財布とか？財布とか、うん、なんか、前さ、小銭入れみたいなさ、忘れてなかったっけ？忘れた。なんかね、なんか忘れちゃうんだよね。そう。なんか、フリは、確かに忘れ物してるイメージ。うんうん、イメージって、イメージっていうか、そんな、そう。頻繁じゃない。そう、頻繁じゃないけど、なんか、あ、忘れたとかあるけど、そう。なんか、やることとか、これ買わなきゃいけなかったものとかを忘れたり、その今日いるものをやっぱとりあえず忘れちゃう
ことが多い。だからリマインドとかすごい大事。あ、そうね。そう。うんうんうん。忘れちゃう。しかでもしっかりしてるから忘れ物とかもない。なんかメモして、まあ、中継にできるように、そのアプリがあるのよ。うんうんうん。で、その。そう、それ大事だよね。アプリと一緒に、そのなんか今日やることとか全部メモしてあるから、うん、あんまないかもしんない。忘れ物した時は多分本当にボケボケしてる時だと思う。うん。うん、なかなかないかな、でも言うても。ね、うん。まなんか本当にやばいかもっていう忘れ物はそんなないけど。ないね。うん。うわぁ、もうダメだっていう時はそんなないけども、こまごま。こまごまあるかな。まあね。忘れちゃうよね、言うても。まあでもたまに財布とか全然忘れるよ。なんか普通に忘れてやばって思ったけど、うん、最近携帯でさ、ピッてできるから。あ、電子マネー。本当にありがたい。確かにね。では、引き続きメールとおはがきお待ちしております。メールアドレスは ls@allnightnippon.com。アルファベットの ls@allnightnippon.com まで。おはがきの宛先は郵便番号 100-8439。日本放送ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールドまで。そしてハッシュタグラブライブ ANN をつけて番組の感想やメッセージをつぶやいて、ぜひツイッターの方でも番組一緒に盛り上げていただけたら嬉しいですよ。ではここからはラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のメンバーに登場していただきますよ。皆さんこんばんは。上原優役アグポンこと大西アグリです。よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんばんは。粉井かなと役あかりんこと木戸あかりです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで虹ちゃんたちが来てくださいまして、うん、なんかなんやかんやアグポンは結構合ってるイメージがあったんだけど、はい、番組的には9ヶ月ぶり。えっ、久しぶりだ。意外です、自分でも、うん、ねえ、うん、フェスとかでご一緒したからそう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 、ね。紀藤ちゃんは2021年の6月以来ということで1年半ぶり。おお、何を言ってましたか。何を言ってましたか。めでたい、めでたい。確かにこの暮れに ね、最後の会に来ていただいてっていうので、ありがとうございますね。じゃあ交えてわちゃわちゃと楽しいトークできればなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。では早速ではあるんですが、皆さんから届いたメールおはがきをご紹介していきましょう。はい、はい、じゃあグポお願いします。はい、ラジオネームソネップさんからです。ありがとうございます。11月の生放送で虹学の新プロジェクトあなたとときめきストーリーズが発表されましたね、うん、来週から放送がスタートする虹オンアニメーション新作 OVA の制作と劇場での上映ファンミツアーの開催と、早くも2023年上半期の予定が楽しみで埋め尽くされて最高でしたとのことです。ありがとうございます。新プロジェクトすごい盛りだくさん、うん、あなたとときめきストーリーズ、あなたとときめきストーリーズ、こだわりの発音、こだわりの発音本当に合ってます、うん、これ、ね、ちゃんと言っとかないと、はい、皆さんね間違えたと思われちゃう。で、これ公式なんね、あなたとときめきストーリーズと一緒の、あ、まあ、合わせてるの、合わせてるみたいな、ね、じゃあ公式です、ね、公式です読みがそうだそうで、はいはいはい、そうですね。あと OVA とファンミツアーと本当に来年の予定がすごい、嬉しいです、うん、でかいね、うん、ね、うん、え、ツアーってことは各地いろいろファンミは、そうなんですよ、うん、あのメンバーバラバラではあるんですけど、いろんな広島、わ、福岡、いい、うん、大阪、うん、そして東京と愛知と北海道、はいはいはい、めっちゃいい、ね、行きます。わ、6カ所、うん、6カ所ですね。4月からスタートってことで、うんうん、なんかにじゃんたちは結構関東圏の方にイベントだったりライブがあったから、そうだ、こうして自分たちで出向くみたいなツアーはね、皆さん的にも嬉しいんじゃないかなと。嬉しい、楽しみ。やっぱ現地の人に会えるとね、ね、全然雰囲気も違うと思うので、めちゃめちゃ楽しみです。いいね。ご当地の美味しいものも食べたい、食べたい、食べたい。ファンミなら観光とかもできたら本当はいいけど、できちゃうんじゃない。確かにね、行きたいです、めちゃめちゃ。アグポンの目がキラキラしてる。でも私、あの行く場所というかが、うんうん、あの東京と愛知なんですけど、うん、愛知はあの地元なので、うん、観光というか、まあ、帰省だね、はい、いやでもね、地元だからです、ね、はい、最高、はい、最高、自己愛精神で、自己愛精神、はい、
い。ありがとうございます。本当に。いやで本当にいろいろもうアニメが始まったりとか、ね、あと、OVA が結構衝撃的だった。すごい。そうなんです。うん、嬉しい。やっぱ新作がこう劇場で上映っていうのが、めちゃめちゃ楽しみですし、私たちも。皆さんの反応もすごい、大きくて、ね、めっちゃ嬉しかったですね。だって来年の夏公開。そうですね。予定ではそうなっています。ワクワクだ。ワクワクです。上半期でもだいぶスケジュールギュッとこういろいろあるわけで。虹ちゃんを追ってる方たちは大変忙しそうな、ね、でもいいね、楽しみがいっぱいで、もうありがたい限りです、ね、いやでもこうお知らせ事をたくさんこうなんだろう、初めて聞いた時はどうでしたお二人とも、いやもう嬉しいよね、やっぱ虹音アニメーションとかも来週、くらい、そうだね、放送がスタートするんですけど、やっぱずっと続けてきた虹四っていう、あの虹ヶ崎の日常を描いてる4コマ漫画があったんですけど、それがまさか動くなんて想像してなかったので、で結構虹四から生まれたこのなんか虹ヶ崎の伝統的な、行事じゃないけど、エンジンとかも、本番前にやるんですけど、虹ヶ崎ってやる時のあれとかもやっぱ虹4からこう、派生してキャストもやってたりするので、またこの虹4からもアニメーションからも何か生まれるんじゃないかなっていうのがすごい楽しみです。キトちゃんもどうですか？そうですね、私も OVA はやっぱ嬉しかったですね。こうまあ多分みんなあんまりこう予想してなかったことだと思うんで、それをこう発表してみんなにびっくりしてもらって喜んでもらえたっていうのは嬉しかったですし、劇場でねみんなの声が聞けるっていう、大きいスクリーンで見れるっていうのがちょっと楽しみだなって思いますね。確かに新しい試みだよね。そうだね、劇場で OVA、そうなんだ、どんなストーリーかとか、気になる。全然ね、キービジュアルなんか全然ね、どんな感じになるのか。え、もう知ってる知ってる、内容内容知ってる。キービジュアルは、あの歩夢ちゃんがドーンといて、気になる、ただいまね、ただいまとは言ってるんですけど、うわー謎、気になるよ。答え合わせをしに皆さんぜひ夏劇場に足を運んでいただけたらと思います。よろしくお願いします。続いてまいりますか。はい、ラジオネームコープスさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いよいよ1月からスタートするショートアニメ、虹四アニメーションの番宣 PV が YouTube にて公開されていますね。いろんなシーンが詰め込まれていて、放送されるのがとても楽しみです。また、主題歌のワチゴナドゥも流れていて、早口のような曲がすごく癖になります。はい、ありがとうございます。ワチゴナドゥね。ワチゴナドゥ。最初さ、あの、事務所からこう、明日の仕事のこう、リマインドじゃないけど、明日の仕事はワチゴナドゥの収録です、みたいな。ワチゴナドゥみたいな。理解がちょっと。はてなはてなはてなみたいな。確かに、聞いたことない言葉なんだな。ワチゴナドゥ。ひらがなでね。かわいいなって。かわいい。でも歌詞もすごい。歌詞だけ最初見たとき、またはてなはてなはてなすごいわちゃわちゃしてる曲で、すごい楽しかったね、収録も。なんか曲自体も、なんか私こう昔から結構アニメ見るの好きなんですけど、なんかその懐かしい感じもちょっとあるなっていうか、こう古のアニメファンがすごくちょっと電波ソングっぽいもんね。とか、わかりやすく、あとこういうなんか4コマ漫画ならではのこのわちゃわちゃ感とかの、このなんかソングにふさわしい楽曲になってるなって思いました。結構あの見応えあるなって思って PV だけでも展開がされていって、日常の4コマの話だと思うけど、で気になったのが、あれきっとゆうちゃんの声が入ってるんですね。ついについに今回は、実はこうゆうちゃんも歌わせていただいてるんですけど、あの今回この虹四アニメーションはこう虹学の、あのみんなの日常を切り抜いたお話なので、あの虹学の生徒としてゆうちゃんも今回は歌わせてもらいます。だって初めてゆうちゃんが
口を開いて歌うみたいな。楽しみだね。どこら辺歌ってんだろうね。気になるよ。気になるね。まだちゃんと聞けてないのか。はい。楽しみですね。楽しみ。聞こうと思います。ということでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで皆さん、たくさんのメール、おはがき、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、お二人からお知らせをお願いいたします。はい。まずは、放送情報です。2023年1月より、虹音アニメーションが放送予定です。東京 MX では、1月6日より、毎週金曜21時54分から、BS11 では、1月10日より、毎週火曜21時54分から放送予定です。さらに主題歌シングルワチュゴナドゥも2023年2月1日にリリースさせていただきます。こちらをセブンネットでご購入いただくと限定特典として L 版ブロマイドがついてきます。リピート放送や配信も予定していますので、詳細は公式ホームページをご確認ください。そして私たち虹学の新作エピソード OVA の制作が決定しました。2023年夏に劇場公開予定ですので、こちらもお楽しみに。以上、ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会からのお知らせでした。ありがとうございます。それではここで一曲お届けしたいと思います。お届けする楽曲は、はい、テレビアニメ虹音アニメーション主題歌、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会でワチュゴナドゥです。はい、うん、はい、ショートアニメーションの虹音アニメーションの主題歌、うん、はいはい、はい、で先ほどもメールでチラッと言っていた、うん、ゆうちゃんが初めて歌った楽曲でもあるっていうの で、うんうん、本当にわちゃわちゃっとした、うん、ね、オタク心をくすぐる、うん、楽曲になってますね、はい、それでは改めて曲紹介をお願いいたします。はい、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会でワチュゴナドゥ。